Minato-kun. Jinba, Minato-kun. Okite kudasai. Kimi no otousan, Eiji-san kara denwa ga haitte imasu yo. もしもし、父さん。ミナトか。こんな夜更けに電話するだなんて、下宿の大家さんに迷惑じゃないか。すまないな。しかし、急を要することだ。はぁ、一体何事なんだよ。キヌさんが、お前のおばあさんが倒れたと、診療所から連絡があった。私も仕事で知らせを受けるのが遅れてしまったんだ。詳しい容体はわからない。明日の朝一、お前と私でその診療所へ。何言ってるんだよ。母さんの実の娘の葬式にすら顔出さなかった人の見舞いに行くのか。俺の知ったことじゃない。ミナト、お前がキヌさんをよく思っていないことは承知だ。ユイの葬式の一件もあって、私も10年以上疎遠にしていた。だがキヌさんにはもう親族はお前と私だけだ。ましてや血のつながっているのはお前一人。明日Ichinose診療所で落ち合おう。はあ、分かったよ父さん。美山絹さんのご家族ですね。はい。昨日、庭先で倒れている姿を配達員に発見され、当院へ運び込まれました。絹さんの容体についてですが、意識がなく、あまり芳しくありません。僻地ということもあり、当院では満足な検査もできませんし、現状は証拠を保っていますので、大病院への転院をお勧めしますが。そうですか、わかりました。ミナト、お前は一足先にキヌさんの家に行って休んでいなさい。鍵を渡しておこう。キヌさんが持っていたものだ。私はキヌさんの転院を済ませてから車でお前を迎えに行くとしよう。ここまで来れば、キヌさんの家はもうすぐだ。バスが通っていて助かったな。出なきゃここまで歩く羽目になってた。ダムができるのか。通りで人気がないわけだ。
家ってことは、この墓は母さんの実家の墓か。佐伯じいちゃんも。父さんと母さんに連れられて、じいちゃんの弔問に来て以来だな。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。父さんから鍵を預かってきたはず。はあ、いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。懐かしい。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。結局じいちゃんから返事はもらえなかった。佐伯じいちゃんは井戸に落ちて死んだ。物知りで優しい、いいじいちゃんだった。キヌさんはじいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。じいちゃんが死んだと知ってから母さんはひどく塞ぎ込むようになって、それで母さんも。あんな非情な人が俺の祖母だなんて。
喉が渇いた。どうしてこうも喉が渇くんだろう。ここでならゆっくり休めそうだ。それは何？これはお蚕様だよ。お蚕様はね、それは大事に大事に育てる。暖かい部屋でお腹いっぱい桑の葉を食べさせてあげるのよ。そうしてきれいな繭を作ったら、茹でて殺して糸を取るの。かわいそうだと思うのかい？たとえ繭を出られても、もう口はないし、飛ぶこともできない。卵を産んで死んでしまう。人がそういう虫にしてしまったのよ。嫌な夢だった。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。そうこそテレビショッピング。今日はどなたでも簡単にモテモテ人気者になれる商品をご紹介しましょう。それがこちら、猫大集合筋です。使い方はとっても簡単です。手でグリップをしっかりと握る、握るだけ。言いますか、あの子も、ブブなあの子も、大きいあの子まで、すごい効果ですね。通常価格1個9万8000円のところ、今だけなんとにコセットでお値段変わらず9万8000円でのご提供です。両手に花ならぬ、両手に猫をご体験ください。薄気味悪い札だな。そういえば昔この家に来た時、これと同じ札を母さんが見て
それこそ異常なくらいに。なんだろう、この札を見ていると頭が痛くなってくる。玄関の方だ。父さんか。父さん。もしもし。ミナト、私だ。なんだ、父さんか。今どこ？何時頃こっちに着く？そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。今、転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。警察？なんで警察なんかと。キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者がキヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃあの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。ミナト、一人で大丈夫か？当たり前だろ、子供じゃあるまいし。そうか、ミナト、気を。ああ、おやすみ父さん。喉が渇いた。台所で水でも飲もう。喉が渇いた。今のは
探してどうにか助けを呼ばないと。助けを呼ばないと。この人、母さんによく似てる。どうにか助けを呼ばないと。警察110番。頼む頼む、早く出てくれ。はい。もしもし、助け、じいちゃん、ちゃんと俺に変更の返事を出す前に、じいちゃんは
母さんからじいちゃんに宛てた手紙だ。私の性分。この井戸に落ちて、じいちゃんは死ん、不注意で落ちた事故だったらしい。
回顧棚か。父さんから聞いた話では、深山家は生業にしていた三種業を随分前に辞めてしまったらしい。その名残か、絹さんはここで蚕を飼っていて、子供の俺に蚕の話をした。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。
何なんだ、あの化け物は。キヌさんもあいつに襲われて。これはじいちゃんの標本か。じいちゃんは蝶が好きで、俺を膝に乗せてたくさん蝶の話をしてくれたな。知らなかった。俺の喉の渇きはじいちゃんや母さんからの。この昔話、子供の頃母さんから聞いたことがある。話を聞いた日の夜は怖くて眠れなかった。うわっ、くそ。
たか。ここで行き止まりか。ここからかすかに風の流れを感じる。この壁もしかして。やっぱり隠し扉になってるのか。魔性の者が近寄れば札は光を放ち、ま、キヌさんの家にあった家と同じ写真だ。綾野。一体ここはどこなんだ。宮間屋敷。ここは宮間家の旧宅か。これはじいちゃんが若い頃に書いたものか。
9月21日、母さんの命日だ。あの日、母さんは一人でキヌさんに会いに行ったのか。隙間をこじ開けられないだろうか。火を起こせば、この塊を溶かせるかもしれない。Ah!
大事な鍵？ひどい匂いだ。これはもしかして、いや、深く考えるのはやめておこう。これが何かは考えたくもない。
これで下の部屋に降りられる。
のクワモンは神棚に、青のクワモンは中庭の石灯籠の脇。これはなんだ、くぼみが二つある。人生最悪の日だな。何かある。
これで手が届くはずだ。
とすると、こっちの便所にも、どうする。ああ、もう、やけくそだ。何かある。
鏡が見当たらないな。
鏡が見当たらないな。母さんが化け物の娘、じゃあ俺も。
閉じ込められた。今にも落ちそうだ。キヌさん、あなたと話をしたかった。あなたを許すことはできないけれど、それでも話をしたかったよ。綾乃さんのことは誰にも、父さんにすら話してない。あなたに毒を飲まされても死ねなかった綾乃さんは、あなたを縄から下ろして助けようとしたんだ。キヌさんを抱いて玄関先まで運んだんだろう。綾乃さんは最後までキヌさんを呼んでいたよ。俺は綾乃さんを殺してしまった。そう思っていたのに、綾乃さんは消えていたんだ。彼女の亡骸をあのままにできなくて、埋葬しようと戻った時にはもう綾乃さんの姿はどこにもなかった。そこにあったのは穴の開いた巨大な眉と地面を這う真っ白な無数の蚕だけだった。
もしかすると綾乃さんは今もあなたを探しているのかもしれない。ここは時期湖の底に沈む。もうここには来ないよ。さようなら。この渇きに生涯苛まれることになっても、俺の中にどんな血が混じっていても、それでも俺は人として生きるよ、綾乃ばあちゃん。